数学の一分野県論における例者は特別な種類の意で、例対象への意と例対象からの意の性質を合わせ持つ。県 C と C 内の社 F、XY を考える。社 F が定置者、または左例者であるとは、C の任意の対象 W と任意の意の対 G、H、W、X に対して FG イコール FH を満たすときに言う。相対的に F が世正し記者。 または右霊者であるとは、任意の対象 Z オブと位の対 G、H、Y、Z に対して GF イコール HF を満足するものを言う。霊者は左霊かつ右霊な者である。霊者を持つ件は、対象の各対 A、B、C に対して一つの射霊 A、B、A、B が存在して以下の図式を任意の対象の組 X、Y、Z、C と任意の射 F。 yz, g, x, y に対して可敢にする。この車礼 x, y は霊車でなければならず、霊車からなる可敢な形をなす。霊車を持つ剣 c の霊車霊 x, y 全体のなす、集まりは1位である。この場合、霊車と、霊車を持つ剣という故障とは、それぞれ無関係に定義されるものではあるが、しかし各社集合が、霊車を持つ剣は、霊車を持つ剣になる。 剣 C が例対象例を持つならば、対象の各対 XY オブに対して、標準的な E の対 F、X 例、G、例 Y が存在するから、合成者 GF は、モークに属する例者になる。ゆえに、任意の点付き剣は合成者例 XY、X 例 Y で与えられる例者を持つ剣である。剣が例者を持つならば、その剣における任意の位に対する角と余り角の、 概念が定義できる。ありがとうございます。